マーク・フォースターは、ドイツ出身の映画監督である。ドイツ・バイエルン州ノイルム軍イルダーティス戦で、ドイツ人医師の父・ボルフ・フォースターとスイス人建築家の母・ユーリ・フォースターの間に3人兄弟の末っ子として生まれ、スイス・グラウビュン・デン・シューダ・ボースで育てられた。彼が幼い頃、家族でスイスに引っ越している。彼の家族が、テロ組織ドイツ赤軍の前身である。 バーダーマインホフグルッペのブラックリストに載っていることを知っての行動である。スイスでは素朴な生活を送っていた。12歳でフランシス・フォード・コッポラの地獄の目視録を見て熱中し、映画監督を将来の夢とした。1990年に20歳で渡米した。ニューヨーク大学で3年間映画制作を学び、いくつかのドキュメンタリー映画を制作した。 1995年にはハリウッドへ引っ越しラウンジャーズという名前の実験的な低予算映画を撮影スラムダンスオーディエンスアワードを受賞1998年長兄ボルフガングが自殺2000年には初作品エブリシング・プット・トゥギャザーがサンダンス映画祭でグランドジュリー・プライズにノミネートされる2004年のネバーランドで ゴールデングローブ賞などの監督賞にノミネートされた。ありがとうございます。